こんにちは、チョメです。インテリアデザイナーちょっとなってみたいなと思ってね、遊び方。あなたはインテリアデザイナーにようこそみたいな感じ。これが部屋です。これはベルトコンベアです。手前から奥に向かって動いていきます。なんか当てはめる感じなのかな。あー、なるほど、そうやってやるみたいな感じで、で回転とか下にやったりとかで、こんな感じで置いていく。これがインテリアコーディネーターってことかそういうことね。どうしてもハマらない場所はどうするのか。いらないライフは減らないますが、こんな感じでやっていくのか。おお、なんか家具とかが置いてあるやつもある。いや、これ結構奥が深いぞ、難しいぞいい感じにインテリアできてるね。遊び方がうまかったな。シナリオとかもあるんだけど、ああ、このシナリオ選択して家ね、見る、メアリーとかいろいろある。シンプルは手軽にできる。他のゲームとかもいろいろあるね。じゃあちょっとシンプル見てみるか。手軽にできるって書いてある。はい、スタート。さっきのルール通りゆっくりだね。これはもう普通に奥から入れていくか。ここで OK です。はい、置きましょう。でお風呂来た。これはお風呂隣に置こう。はい、ちょっとずつ当てはめていく。インテリアが変でも気にしないちょっと早いんじゃない、いや遅いか。え、これどっちがいいんだろう。こっちの方が良さそうだよな。左上にまだ入れる。ただピアノがある。あー、なるほど。こんな感じで。で、これも回転とかは一応できるのはできるのか。これさ、こっちの、あ、ちょっと待って、悩んでたら、こっちに置いた方がいいな。こんな感じで。で、これはここに入るのは入るんだけど、次が、でっかいやつか。あ、こっちにしたいんだけど。これはライフ減るみたいな感じか。え、これちょっと取れない。あ、流れていく。いっぱい溜まっていく。他のやつに帰れないのか。え、これはね、こんな感じで置いていこう。で、これ横のやつ置いて、何もないな。で、ライフは失いますかってなって、ライフ3なんだ。縦2つのやつがあったら、あ、これで OK や。で、横にして、ちょっとお風呂の後ろにソファーみたいな感じだけど。はい、ステージクリア。で、ライフ追加0個とか、中に入っていいよ。最悪だぜ、この。あの、これはダメ。ピアノが邪魔してて入れない。前に進みます。こんな感じが入れるのか。本棚があります。全然、インテリアっていうかダメだな。あ、本棚の前が見える。画面をタッチすると前に進み、画面の左右タッチの向きを変える。ちょっと前に行き過ぎたのか。本がいっぱいある。で、こうやって向きを変えて、後ろに戻るにはどうやってやるんだろう。あ、こうやって向きを変えてからはそっちに行かないといけないのか。向き変えました。もうこんな感じに歩いて。ちょっと歩きすぎるとまずいな、タップして。左右のやつを見てから。こんな感じですね。はい、私のインテリアコーディネートどうでしたでしょうか。次のステージ。いろいろ変わる。こんな感じでね。今回はちょっといいやつを作ってみようか。これはまず出迎えみたいな感じにしようか。いや、これはこっちの方がいいな。で、置く。焦らなくていいよね。で、入った瞬間、この電気みたいなやつを来るみたいな感じ。で、もう一個この電気スタジオみたいなのが欲しいから、これもここに置こう。で、上のやつ、電気ばっかだな、今回。で、いい？明るさ大事。いろいろ。このプロペラみたいなのも必要だから置いておこう。で、あとは、縦のこの回転させて、壁か。ここちょうど壁あるじゃん。ここの壁にはまるんじゃない？はい。あ、ダメだ、一個だ。あ、これがあった。これは1個。え、1個のやつじゃないな。あ、こっちが1個か。これはちょっと捨てたい。もうアパーンってなっちゃった。これは植木みたいな感じ。ほーし、クリアしたで。ライフがなんかめっちゃ減ってるけど、1になってる。あ、中に入ってみよう。いや、さっきのやりはいいんじゃない？このインテリアみたいな感じ。入ると、ここなんか変なのが謎の壁のところに飾ってある感じですね。ちょっとこっちに行って見たいんだよね、これ。回転させて見えてる電気スタンド、これですね何も貼っちゃないで、木が邪魔してて、でソファー、これ電気スタンドが多い、なんか家みたいな感じでしたね。はい、ステージ3、ライフがゼロになるまでやってみようかな。観葉植物とかあるね。これどん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 この辺とか置いていっていいと思うんだけど、ちょっと見ないといけない。あ、これだ、これここ置こう。で、これをここ置いて、あ、ダメか。一個のやつ置かんやけんのか。で、これ通路はさ、もう広くしたいからさ、これちょっと置いとこうね。で、この辺はちょっと上のやつはちょっとスルーして、こんな感じにやって、いい感じに置けるのを見て、ただ溜まっていく感じなのか。これ一個のやつはこれか。回転させて、今度はちゃんとはめるみたいな感じ。
これはどうなんだろうね。横にするか、こんな感じにではめて、で一個一個で OK みたいな感じ。捨てられないよね最後のやつ。でこの宝箱みたいなやつ、ここに宝箱が隠れてますみたいな感じで、デザインボーナスとかもあるじゃん。でライフ追加ね、デザインが良かったわ。だから今回のは私はいい感じにできたってことだよ。外側に置いてるからじゃないのかね。中入ってみるか。あ、いいね結構。私結構これもお気に入りかもしんない。でちゃんと壁際に貼れてるから OK みたいな感じだよね。配布良くなってきたじゃん、私のこのインテリアのデザイン。ちょっと今度次家のやつやってみるけどね。で入って観葉、これ食虫植物じゃん。俺なんで食虫植物なの。うわーめっちゃリアル。そうそう、この食虫植物がこの宝箱を守ってるみたいな感じって考えればいいかな。でステージ4ですね。どんな感じになってるんだろう。空白ばっかり置いたらどうなるんだろう。これ壁際置きたいよね、このなんかあるやつで。この辺も壁際だよな、だから端っこみたいな感じ。だからそんな感じにしたら OK。 あ、これ逆の方がいいな、こっちの方に置こう。はい、ちょっと早くねえか今回。トイレもちょっと壁際大事な感じに置いて、でこれ横になってる、どうしよう。これちょっと早いよ、来るのが早い、助けてくれちょっと待って、マジで早いんよ。これこうやな、こっちやってどんどん溜まっていくんだけど、ちょっと待って、待って、待ちなさい、あなた。ちょっと溜まってる。あ、流れていく。あ、ちょっとずつ。これよ、いや、これいらない。これはいらない。ライフがゼロになっちゃった。ゲームオーバー。焦っちゃったな。やり直すってやったらどうなるんだろう。ステージ1から、ライフ3からスタートみたいな感じですね。じゃあ、シナリオっていうのを見てみるか。このニュー、見る。チキナメアリーはお人形と遊ぶのが大好き。プレイ。コイン0枚でできる。人形の家。人形いっぱい置いてあげた方がいいのかな。これ地球儀もうどんどん端っこ置いていこう。はい。出てくるやつランダムなのかな。この端っこから攻める。で、この家具はね、この端に置いた方がいいっていうのが分かった。ただ、あ、やばい。キッチン1。あ、そんな感じになってる左上。椅子が何個とか。用意してあげるみたいな感じ。これ間違えちゃったな。あ、でも間違えて置いたことによって、いい感じに、ここ、はまるようになった。ただ、次もなんかある。あ、はめとこう、ここ。今回、適当にはめてるけど。なんか焦っちゃうんだよね、めっちゃ。で、これは、回転させて、あ、絵みたいなやつか。絵みたいなやつはここに貼っときたいよね。手前にね。で、これをはめて、クリアみたいな感じか。これは嫌だな。こっちにしてみるか。ミシンを手前にして。で、椅子も欲しい。あー、これは、これキャンセルどうやってやるんだろう。取ったやつ。ちょっと長かったんだけど。長いやつ取っちゃった。ミスリー。まあ、これ、あ、はまった。え、今のはまったんだ。Cランクだ。ステージクリアしましたよ。再プレイはコイン1枚か。やり直すはゼロか。なるほどね。再プレイって何なんだろう、これ。あ、こっからやり直すみたいな感じ。部品もいっぱい手に入れて、どんどん置くみたいな感じか。うまくできてるのはできてるといえばできてるのかな。で、こうやって置いて、どんどん増えていくみたいな感じで。はい。観葉植物も増えていくと。これ、もう入ったところに置いてるか。ね、収納のやつとかも。これは後ろみたいな感じか。これ、ちょっと回転させるか。宝箱もあったな。で、このソファーをもう一個。後ろにも置いとくと。で、戸棚。これオーバーしても多分、つけれるのはつけれるんだね。こんな感じで。はい、つける。で、こんな感じにつけて完成させるってこともできるみたいですね。あ、ダメ。これ取っちゃダメ。はい、オーバーにしちゃった。マジか、このちゃぶ台に変えようと思ったんだけどね。やり直すってやったら全部やり直すみたいな感じか。まあ、こんな感じでね。ライフも5になってるし。これできたのはできたけど。家具ボーナス。ランク D、さっきより下がったな。なんかコインも4枚になぜか減っちゃったんだけどね。ウォークスルーってなんだろう。中に入る感じか。私が今作ってるやつはこんな感じになってますよ、みたいな感じになってる感じですね。で、やり直したり再プレイすることによって、この部屋を変えることができるみたいな感じ。で、シナリオはね、毎日一つずつね、
オープンしていくみたいです。時間みたいな感じ、いろんなのがあるよ。あと左下の遊園地みたいなのも楽しそうだね。まあこんな感じでね、インテリアデザイナーやってみました。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。